ベンチャーリンクの本社まで行ったっていうからね。要するにその被害者の会の会長と副会長がいたのかな、社員にエレベーターの中で止められたと。ほう。フランチャイズチャンネルが応援しているフランチャイズ加盟説明会はこちら。詳しくは概要欄から。フランチャイズ地獄の藤原先生に竹村さんが会ってきたと。新春 FC 川柳大募集、豪華商品あるよ、はい、ということで。いやー、僕もね、藤原先生は、はい、今までも何度か会いませんかみたいな、はい、あの藤原先生からじゃないですよ、はい、まあ、あの藤原先生って会わないわけじゃないんで、うん、顔出しはしないっていう、はいはいはい、絶対しないと。その理由もきちんと聞いてきました、はい、うん、でもあの勉強会とかやってるんで、うん、ね、会話に結構会ってるんで、うん、で会ってみませんかってことを言われたんだけど、まあちょっと僕もね、ここまで会わないんだったら、うん、もう一生会わないって方がロマンチックかなと。だって藤原先生のブログを読み始めて早何年ですか。トータルサービスの時だから十何年だよね。ね、まあ、当時だからあの読んで、これを、まあ、みんな社員とか読むように言ってて、うん、ただ今回ね、やっぱりですね、そこら辺がうまくこうオーガナイズされまして、やっぱさすがにね、オーガナイザーを名乗るだけあってですね、うん、まあ、佐々木さんにくるりとオーガナイズされて、やっぱ会おうということで三者会談がなされたわけですよ。どうでした？いろいろすごい話は聞けまして、言えない話も多いですね。ただやっぱりね、これは言える話なんだけど、ベンチャーリンク被害者の会というのがあって、で藤原先生はそこを支援してて、ベンチャーリンクの本社まで行ったっていうからね。要するにその被害者の会の会長と副会長がいたのかな、社員にエレベーターの中で止められたと。ほう。当時ももちろん僕はまだその田原町のオフィスにいる頃ですけど乗り込んで来られたらそこで会っていた、ね、会ってたかもね、うん、いや竹山さん、フランチャイズね、会社ね、ベンチャーリンクってところにいて、だから藤原先生は当時乗り込む側だったということで、ね、そんな相反する2人ということですよね。そうですね。であとやっぱり、まあ、名前言えないですけど、藤原先生ももともとね、フランチャイズ、まあ、有名フランチャイズに加盟してて、その有名フランチャイズの話もね、いろいろ聞けて、いろんな裏話がこれは言えないところが多いですよね、うん、ただやっぱり藤原先生ももともとね、フランチャイズ専門ということではなくて、うんうん、いわゆる借金解決みたいな、なるほどね、うん、そこにフランチャイズで失敗した人がたくさん行き出して、でこれはなんかやっぱ専門性を持たせないといけないなってことで、フランチャイズ専門ってなったらしい、ね、なるほどね、うん、だから結局ベンチャーリンクのおかげもあるわけですよなるほどね、うん、ベンチャーリンクはちょっと調子悪くなったんで、そういう人たちが駆け込み、うん、あのビジネスモデルができたってことなんで、なるほどね、うん、そういう意味では、うん、表と裏ですけど、うん、僕とかなりビジネスモデル近いんだよね、こう、なるほどね、うん、竹村さんが一生懸命フランチャイズを広めて、失敗した人たちが藤原先生に駆け込むという、まあ、何名かいるでしょう ねという構図で、竹村さんも藤原先生もフランチャイズである意味儲かってる。そうです。ベンチャーリンクがなかったら仕事ができてない2人だと思いますよ。なるほどね。フランチャイズで失敗した人たちが駆け込んだり相談するところでやっぱ必要ですからね、うん、で、まあ、話は、全く別になるんですけど、やっぱり藤原先生の情報発信っていうのは、うん、僕はやっぱりフランチャイズ業界の、ね、ためにむちゃくちゃ貢献してると思うんで、あれやっぱなきゃダメなんですよ、うん、どういう点がそう思いますか。いや、だって闇の部分があるわけで、ダメな人たちがもう本当引っかかっちゃうわけでしょ、うん、引っかかり続けてるわけですよ、はい、でそれはもう、まあ、僕は大げさにでも PR するべきだと思う。なるほど、うん、フランチャイズは全員うまくいくわけじゃない、こういうことって起きるんだぞと、うん、こちらのブログみんな負の側面が書かれてますから、フランチャイズのぜひ見てください。だから負の側面というのにも、まあ、うん、間違いなくこれはそこから学ぶことがあるわけよ、うんうん、そうだよね。これをやっちゃダメっていうことだけではなくて、うん、我々の加盟するフランチャイズの、最後のオーナー面談で、藤原先生のフランチャイズ地獄のブログをブックマークしてますかにしようか、うん、どのくらいがいいんじゃない。あと毎日更新されるでしょ、はいはい、あそこは大事でね、もちろんフランチャイズ関係ないこともあるけど、うん、毎日その発信されて負の部分をね言われると、書き方ね、あとね、文章がうまいから、うん、ディスるだけだったらあんな風にはなってない、ちょっと高い位置から気をつけなきゃダメだよっていうあの言い方がね、うん、むちゃくちゃあの文章力があるんで、うん、
その理由もお聞きしましたけどね、うんうん、いわゆるあの師匠みたいな、その方がやっぱりもうむちゃくちゃこの言葉のセンスがへ、それをそのままで、もともと物書きになりたかった、へ、うん、そういうことなんですね、うん、フランチャイズのいいとこも知ってるわけですよ、はい、まあ、行ったとこは、ね、今だったら今もある有名フランチャイズですから、はい、でそこのむちゃくちゃな時期もあったわけですよ、ね、うん、なるね、はい、だからそこはあの光も闇も知ってると、あ、うん、世の中ね絶対にうまくいくことはないんですよ、ね、だからリスクもあるからリターンもあるわけでね、そうです、あのリスクの面をしっかり理解した上でそれで挑戦して大きな果実を得られるか、それとも借金が残って藤原先生のところに駆け込むかということですね、うん、だからやっぱりその負の面を聞いてね、それでブルってやめるっていうのはやめといた方がいいんですよ、その辺はやっぱり絶対必要な感じかなと思うんですね、はい、というわけで、今年もやりましょう新州 FC 川柳を大募集します、ね、これもともと藤原先生が、はい、まあ、定期的に FC 川柳というのをやってて、まあこれが見事なんですね、またね、読んでて受けんなっていうのが多いですよね、で、ね、昨年それを、まあ、パクってというか、その企画をパクらせていただいて、新春の企画として募集したんですよ、でなかなかいいのが集まりましたね、このでいいと思ったの何作かに天岐阜1万円ずつぐらい送りますかね、そうですね、はい、フランチャイズを褒めててもいいし、ディスっててもいいし、我々会話のフランチャイズでもいいし、有名フランチャイズでもいいし、何でもいいし、フランチャイズに関われば大丈夫です、1人何通でも OK と、はい、はい、こちらのフォームからお待ちしてます、はい、 FC チャンネルでは本部の学校というものを運営してます、これから FC 本部を作りたい人、今は FC 本部を伸ばしたい人ですね、たくさんの生徒と、ね、交流してますし、いつも竹村校長から講義やったり僕が話したり、いろんなゲスト豪華講師陣が教えてますんで、ぜひたくさんの人に参加してほしいと思います、はい、僕もかなりレベルの高い話してますんで、はい。